ました。音を頼りに、音頼りの吉田茂子です。4月になって、新年度、年度の、区切りっていうもの、まあ私、今となってはもう意識しない、あまり意識しない生活にはなったんですけど、やはりでもね、私にとってはこの長年の習慣で、なんとなく1月よりも4月の方がですね、まあ春ということもあってかな、スタートっていう、新しいっていう、そういう感じがして、結構あの4月は好きですね。で、街中の雪も見事になくなりまして、まあ、まだ、生活道路とかにはまだ残ってるところもありますけど、まあよくあれだけ降った雪が溶けるものだなと感心しています。さて今日も1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストを、お受けしています。ファックス番号は 011-640-3331。 E メールはrequest@sankakuyama.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp。 そしてまたこの番組は今から9時間後の深夜12時からの再放送もございます。よろしかったら合わせてお付き合いください。それでは今日の1曲目いきましょう。ヨルシカで春泥棒。春泥棒をお届けしました。この時間は音を頼りに音頼りをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケア交通、東方ケアサービスも、合わせてご利用ください。タクシーのご用命は東方交通へ。電話番号は 662-1040 662-1040 です。さて、今日の水に流さず右往左往のコーナーですけども、今日は何が出てくるかということで、川に柳と書いて川柳ですね。今日は、川柳をいくつかご紹介してみたいと思います。なんか急に川柳どうしたのっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今日ご紹介する川柳は、第4回、ロービジョンブラインド川柳コンクールで、受賞、入選された作品からご紹介ということです。このロービジョンブラインド川柳コンクールというのは、メガネのパリミキという、メガネのチェーン店の、主催によるものです。で、毎年、12月の1日から、年明けて1月末まで、全国から作品を募集すると、そういうふうにして第4回を迎えています。ちょうど今年もこの3月末にこの第4回の審査結果が発表されましたのでご紹介したいということです。今年の応募総数は主催者の側にお聞きしたところはおよそ3000句弱という、そういう感じで、そうすると受賞するにはかなりの狭き門だったということがわかります。で、募集に際しては、見えにくさを感じている方部門、メディカルトレーナー部門、そしてサポーター部門の3つに、分けられています。で、まず、最優秀賞で、この、まあ、最優秀賞はこの全部の部門の中から、選ばれるんですけど、それと、あ、そうか、全、3つの部門通じて選ばれるのは最優秀賞と、この、
コンクールを講演している公益財団法人のネクストビジョンというところの、が出しているネクストビジョン賞のこの2つ、これが全体から選ばれる、作品なんですね。で、じゃあまず最優秀賞ですが、最優秀賞作品は消毒液、声を出してよどこにいる、消毒液、声を出してよどこにいるです。で、さあ皆さんこれ一瞬どのように想像されたでしょうか、ご理解いただけたでしょうかね。作者の、解説がありました。コロナ禍で、スーパー病院などを訪問した時に消毒液がどこに置いてあるかわからずあたふたしてしまいますというふうに解説がついていました。で、これはやはり見えにくさを抱えている方部門の、しかも全盲の方の作品ということです。まあこれ私としてもすごく、うなずける作品でしたね。はい。そして、ネクストビジョン賞は、できぬこと、認めて見えるできること。できぬこと、認めて見えるできること。という、やはり、ロービジョンの方の、作品です。まあ、心の動きと言えばいいのかな。そういうことが、現れていると思いますが、なんか、あまりこれ私、余計な説明はしない方がいいのかな、という気持ちになっています。次に、今度は先ほどの、各部門から、の受賞ということで、見えにくさを感じている方、部門の部門賞ですね。部門賞作品、曲がり角、パン屋の香り、花印。曲がり角、パン屋の香り、花印。一般に目印っていうね、言い方がありますけど、目印に対して花印っていうふうに表現されたところ、審査員の先生からもここが非常になんか、やはり、評価、注目いただいたようですね。パン屋の香り、花印。うん、わかりますね。これもすごくね。続いて、メディカルトレーナー部門賞の作品。メディカルトレーナー部門賞っていうのは、まあ、メディカルトレーナーっていうんですから、医師、看護師、まあ、そういう医療関係の方とか、あと、こういう視覚障害の訓練関係に関わっておられる方たちが対象のようですね。増やしましょう。できないことよりできること。増やしましょう。できないことよりできること。ロビジョンの人たちに関わる、医師の方の、作品でした。また、サポーター部門。サポーター部門賞としては、これはサポーター部門というのはその他、ご家族とか一般の方で、視覚障害者を、いろいろ目にしてくださっている一般の方、ご家族の方、介護士さん、ヘルパーさんとかもこちらに入るそうなんですけど、その部門では、デコボコを覚えた頃にまた工事、デコボコを覚えた頃にまた工事。で、解説には年度末間近、道路掘り返しの工事が盛んでということで、仮復旧でアスファルトのつなぎ目に段差が見られるというので、とても危険に、そういう見えない人が歩いているのは危険だと感じたということですけど、きっと普段から私たち視覚障害者は歩いてるところを見守ってくださってる方なんだなと思います。で、こういう道路の変化っていうのは、私の中ではつい北海道の雪解けの後の、ね、寒い、冬が終わって、道路がまさに寒さでバリバリにね、路面が割れてしまってるような、そんなところも一緒になんか想像してしまったりしながら、これを、この句を読ませていただきました。ここまでが、受賞作ということで、
今日は第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールの結果からお届けしていますが、後半また、今度は入選作を紹介していきたいと思いますので、ここで、今日の2曲目です。トリオモンマルトル、酒とバラの日々。三角山放送局。この時間は音を頼りに音頼りをお送りしています。今日の水に流さず右往左往のコーナーでは、第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールの結果から お届けしています。ここからは入選作品の中からいくつか、紹介ということにしましょう。まず見えにくさを感じている方部門からですけど、出名は吹雪の中に立つごとし、出名は吹雪の中に立つごとし、これはちょっと、ドキッとしますね。それからセルフレジカードエラーは診察券、セルフレジカードエラーは診察券。もう一つ行きましょう。なんとなく渡れそうでも次の青、なんとなく渡れそうでも次の青。この二つはですね、まあ私たちの中ではまああるあるの内容という、感じですね。ねセルフレジでカードいくらやってもうまくいかなかったら、診察券違うカードだったってこれよくありますね。はい、信号も本当に慎重、安全をね、考えてというようなことがあります。次の作品です。目薬も一度で入ればホールインワン、目薬も一度で入ればホールインワン。このように捉えるセンスも必要かもしれません。それからこういう句もありました。いつまでも記憶の中の若い妻、いつまでも記憶の中の若い妻。そして綺麗でしょブラインドメイク覚えたて、綺麗でしょブラインドメイク覚えたて。ブラインドメイクという、まあ、お化粧の、方法で自信を取り戻されたという方も、いらっしゃいます。君が来て引きこもりから鉄砲玉、君が来て引きこもりから鉄砲玉。この君というのは盲導犬のことだそうです、解説によると。そして見えなくても失いたくない自分らしさ、見えなくても失いたくない自分らしさ。はい、見えにくさを抱えている方部門から、結構たくさん紹介してしまいました。次にメディカルトレーナー部門の入選作を一つ紹介します。ドラマ見てついつい目が行く支援機器、ドラマ見てついつい目が行く支援機器。ここでドラマと言ってるのは以前、この番組でも紹介させていただいた、ドラマ恋です、ヤンキー君と白杖ガールというね、昨年末ずっと放送していた、テレビでしていたドラマのことですね。あの時ね、いろんな支援機器、スマホでいろんなものを映したりね、いろんなこと出てきたんですけど、拡大読書機が出てきたりして、専門家の方々っていうのはやっぱりドラマの内容よりもつい支援機器に目が行ってしまうという、これもよくわかる話です。私も結構そういう、あの子の見え方はね、なんていうふうに話したりする先生もいましたから、まあ、そんな感じのことが歌われてました。あ、もう一つ、メディカルトレーナー部門、手帳の名変わればいいのに障害者、手帳の名変わればいいのに障害者。名というのは名前の名という字ですね。まあ、障害者手帳というのはやはり
持つのに、この名前もあってか、名前が良くなくてね、まあ、なかなか持つことに踏み切れない方もいらっしゃるという話です。まあ、まあ、障害者を表すんだから、まあ、それが一番わかりやすいとか、まあ、ここで議論し始めるとキリがないのですが、やはり、ね、名前が変わればいいのにね、というような考え方が出ていました。サポーター部門では、便利さは誰に向いてるセルフレジ。便利さは誰に向いてるセルフレジ。まあ、先ほどのことと重なりますけど、このようにいろいろ周りで見てくださってる方、まあ、もしかしたらヘルパーさんなのかもしれないですけど、そういう方、いろいろと、見たり接したりしてる中で、こういう句も作ってくださっています。はい。このように、川柳の受賞、入選作品を紹介してきました。で、このコンクールの担当者のお一人で、自らも視覚障害者の神田慎さんと、いろいろと、お話を伺ってみました。この川柳コンクールの大きな特徴の一つは、先ほど紹介したように、その見えにくさを感じている方部門、メディカルトレーナー部門、そしてサポーター部門という三つの立場から発信するものであること。この三者、三つの立場がお互いの立場の理解を、深めようとすることを通じて、視覚障害当事者を勇気づけるもの、そして視覚障害者のことを知る機会になるもの、という、そういう二つの、目的が叶えられることを願っているという、ことで、非常にこのことを神田さん熱く語ってくださいました。まあ、17文字というね、限られた字数、そういう字数の表現の世界で、まあ、これからもその神田さんが言われるようなその役割が果たせることを、私も願っています。で、この川柳コンクールは第5回も、今のところ予定されておりますので、また今年の冬ですね、12月。ですから、ぜひ今日このラジオを聞いていただいた皆さんでも、ぜひ、苦作に励んでいただいて、応募していただければというふうに思います。で、今日ご紹介した作品のほか、この川柳のコンクールの件に関して、あるいは作品ですね、ホームページで、ロービジョンブラインド川柳コンクールという言葉で検索していただくと出てきますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。はい、それではここで一旦コマーシャルです。山放送局。この時間は吉田茂子の担当で、音を頼りに音だよりをお送りしています。ここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の先生人号が続いております。この後もどうぞ続けてお聞きください。次のコーナーは本の紹介ですね。で、今日は、本の紹介コーナーなんですけれども、今日はですね、実は一つの詩をご紹介したいと思います。これは、NPO 法人日本障害者協議会、通称 JD と言ってますが、代表の藤井勝則氏が、お書きになった詩で、ウクライナ語、ロシア語、英語に翻訳されて、ウェブでも公開されています。読みましょう。連帯と祈り、ウクライナの障害のある腹からへ、というタイトルです。戦争は障害者を邪魔者にする。戦争は障害者を置き去りにする。戦争は優勢思想をかき立てる。大量の障害者を作り出す最大の悪、それが戦争。朝一番のニュースを恐る恐る、キーウの包囲網がまた狭まった。教会も文化財も悲鳴を上げて崩れ落ちる。
禁じ手が保護にされ、原子力発電所から火の手。殺し合いでなく話し合いを。侵攻でなく停戦を。停戦でなく平和を。青い空と黄色の豊作に似合うのは平和。私たちは祈ります。西北西の方角をじっと見つめながら、心の中から希望が切り離されないように。とにかく生き延びてほしい。戦争は障害を立ちどころに重くする。戦争は障害者の尊厳を軽々と奪い去る。戦争は障害者の明日を真っ黒に塗りたくる。早いうちに、いな、この瞬間に終わらせなければ。もう一度繰り返す。とにかく生き延びてほしい。たとえ食べ物を盗んでも、たとえ敵兵に救いを請おうとも、遠い遠いでも魂はすぐそばの日本より。はい。では、今日の3曲目に行きたいと思いますが、ピーター・ポール&マリーで、花はどこへ行った。三角山放送局。この時間は、音を頼りに音だよりをお送りしています。先ほど、今日の本の紹介コーナーでは、詩を、連帯祈りという詩を紹介させていただきましたが、この障害者、日本障害者協議会 JD という団体は、もう60以上のですね、たくさんの障害者団体が、まあ、加盟している、組織です。で、この詩を書かれた藤井代表、この方も、自ら、まあ、視覚障害、途中から視覚障害になられて、今、もう完全に見えなくなっておられますが、まあでも視覚障害者だけじゃなくて本当障害者全体の、ことを束ねる、方として、まあいろいろと政府ともやり取りをしておられます。時々テレビにもね出たりしておられますけれども、でこの間もちょうど JD 主催のそれこそいろいろ勉強会というかあったんですけど、もう最近障害者というだけじゃなくて、そのいろいろと、やはりその大変な状況を抱えている人たちっていうことで、この間はヤングケアラーのね、人たちの問題なんかも取り上げて、最後、藤井先生が見事に、まあ、藤井代表がね、見事にその、いろいろまとめ、課題なんかをこう、まとめ上げてくださったというようなことがありました。で、先ほどの詩はですね、ちょうど2月28日にやはりその、まあ、ロシアに対してまず戦争をやめてくださいというその声明文を出したわけですけど、まあ、それと合わせてこの詩が、ネットでは紹介されているところです。さて、最後のコーナーというか、まあ、ここ1ヶ月、の間に私の周りの様子どうだったかというところから一つお話しする、まあ、コーナーですけど、最近はますます、まあ、ズームによるというかね、オンラインのその集まりが会議でもあるいはおしゃべり会でもとにかくいろいろと増えてきました。で、先月の末の、まあ、半ば過ぎのことですけども、土曜日ですね、ちょうどもうだいぶ前から決まっていた午前中は、その私も関わって地元、まあ、札幌でそのやっている会の役員会がありまして、私がそれ司会進めることになってるんで、それ午前中2時間ほどやっていました。そして1時過ぎ2時からは、東京の、まあ、方がまあ中心になって、最近こういうオンラインもできるもんだから、北海道、東京に行かずしていろいろ入っている、視覚障害者関係の、集まりで、
なんかだんだん地方の人にも司会をやってもらうということになって、やってくださいっていうふうに言われていたので、まあ、司会をやりました。これはまあ交流会ですから会議というのではないんですけど、まあ全国から、まあ、当時、その日は26名だったかな、集まった方たちを、まあ、交流会みたいなのをやりまし、司会をやりました。そうしてたらなんか途中で電話があったんですけど、夜、以前ちょっとご紹介した信号機関係のなんかこう、月に一回、いろいろ学習する会があるんですけど、これの中でなんかこう、途中でこう、小グループに分かれて、それぞれで少し話を深めましょうっていう企画があったんですけど、そこの小グループで一応進めてくださいとかって突然電話で言われて、はぁって、まあ、急、ね、頼まれたのも急なんですけど、また断られても向こうも困るんだろうなって、つい優しい心で引き受けてしまって。まあ、ね、断れない性格なもんですから。それで、引き受けてしまって、それがまあ8時過ぎ、8時半からっていう、始まって。まあこれ別にびっしり一人でやるわけではない、ことなので、そんな、大したことではないのかもしれないんですけど、とにかく朝から、なんかそういうズーム次々違うの繋いでは、それでは始めますみたいなことをやらなくちゃいけなくて、まあ、そういうことを年中やってらっしゃる方にとってはとってことないかもしれないけど、疲れましたわ、結構。で、やっぱりオンラインでの司会っていうのは、まあ、普段だって私たち顔は見えないんですけど、でも、本当にそれぞれの微妙なこの反応っていうかね、見えないけど、やっぱり、まあ、あっちの方でなんかこう、カサカサやってるとか、なんかこうね、気持ちのいいスースーっていうちょっとこのね、呼吸が、スースースーっていう、お休みになってる呼吸が聞こえたり、いろいろあるんだけど、そういうのが、まあ、全然伝わってきませんので、なかなかですね、よろしいですかみたいに常に、こうやらないといけなくてですね。結構これは疲れるんですね。なので、しかし一方で、こういうのね、朝から晩までいろんなところの会議って、昔だったらね、昔っていうか、これオンラインじゃなくて、直接対面式だったら、そんな、まあ、片っぽでは朝は札幌での、次は東京での、とかなんとかって、そんなにね、一日の中で出られるもんじゃないので、逆にこれは全部家にいながらにしてできることの、まあ、メリットであり、また何と言うんでしょう、恐ろしさでありみたいなね、そういうことを、感じたりもしました。あ、実は、先週の番組の後も、ちょうどそうだ、会議をやっていて、帰りの、いつもご紹介している東北交通さんのタクシーの中でも、ちょっとだけ、つないでみたりして、家に着いてからまた家で入るみたいなこと、まあ滅多にそういうことをそんなに重ならないんですけど、そんなにいつもいつも私も、そんな、売れっ子スターみたいにやってるわけじゃないんだけど、たまたまね、重なっちゃいます。そして、やはり皆さん狙うのは土日なのでね、やっぱり土曜日、日曜日に、そういうことがかなりやっぱり入ってくるっていうことで、私の知り合いなんかは、今週末、なんか、なかったかいなんて電話来たりしてね。あまりにもそういろんなものがあるもんだから、いつ何があるんだかわからなくなってくるっていうようなこともあります。これ出かける以上に忘れますね、こういうオンライン会議。一方ではね、オンラインの集まりって、ちゃんとメモしておかないと。なので、そういう、まあ以前もちょっと話したことありますけど、生活の変化というかが、あったりします。はい、それでは今日の最後の曲に行きたいと思いますが、5つの赤い風船で遠い世界に、5つの赤い風船で遠い世界にをお聞きいただきました。オンラインっていうと一つ思い出したことがあるんですけど、その日じゃない時の、これズームじゃない、私あんまり普段使ってないので、入った時に、入れたんですけど、で、皆さんの声、これ、それこそ大学の
講師会だったので結構重要なものだったんですけど、皆さんの声は聞こえるんですけど、はい、一人ずつそれじゃあって言った時に私の番が回ってきて、ミュートもミュート解除っていう風にして喋ってるのになぜか相手に届かないという事態になっていて、で、向こうでも何回も吉田先生って呼びかけてくださってるんですけど、全然その、はいって私、はい、おはようございます、吉田ですとか言ってるんですけど、全然入らなくて、で、向こうも最初、ミュートですか？あ、解除されてますね。でも聞こえませんね、ということがありました。で、思ったのはそう、聞こえて、相手の声は聞こえているんだが、それに対して私は感じたこと、思ったこと、言っているんだけど、伝わらないことのもどかしさっていうかね、いろんなところでありますよね、意識。自分では皆さんの声が聞こえている、周りの声が聞こえているけど、まあ、いろんな事情で声が出せないとか、話せないとかって、このもどかしさっていうことをなんか、突然想像してしまって、本当にストレスのたまることだよねっていうかね、ちょっとしたことでもそうなんだから、もっといろんなことで意思表示をしたい方が、ね、相手からは言葉が聞こえてるのに、それに対して一つ一つ反応ができないということになると大変だなっていうふうに、ちょっとオンラインからは外れるんですけど、そんなようなこう、想像を私は頭の中でちょっと巡らしてしまいましたね。はい。まあ、そういうようないろんななんかこう、別な体験もさせてくれる、世界なんだな、というふうに思っていたら、はい、終わりますよというテーマが流れてきましたね。はい。お送りしてまいりました。吉田茂子の音を頼りに音だより、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。次回はいわゆるゴールデンウィークが明けて5月の14日ですね。それまでまた皆さんぜひ、お元気でお過ごしいただきたいと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。では。